信開始します。皆さんこんにちは、お元気ですか？時刻は12時45分を回りました。ただいま映っているのは高知ユナイテッド SC の名物ゴリラ、ユナゴリくんです。音楽に合わせて踊っていました。まあちょっとこの様子は後からアーカイブにね、もしかしたら上がるかもしれないので楽しみにしていてください。ということで6月5日土曜日、時刻は12時45分を回っています。この時間は第23回日本フットボールリーグ第11節高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重、高知ユナイテッド SC の公式 YouTube チャンネルから生配信いたします。この後午後1時キックオフです。実況はフリーアナウンサーの大西由里が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日の試合、場所は高知県です。高知県春野町の春野球技場、ピッチコンディションは現在少し雨が降っています。小雨です。気温は21度、湿度は 56% です。ビアティン三重の選手、スタッフ、サポーターの皆様を迎えての一戦となります。皆さんようこそお越しくださいました。高知ユナイテッド SC の生配信は解説者はおりません。実況は私一人で進めてまいります。ちょっと寂しいので皆さんからのコメントを読みながらいつも進めさせていただきたいと思っておりますので、あの高知ユナイテッド SC のサポーターの方はもちろんのこと、現地に来られなかったビアティン三重のサポーターの方、また選手それぞれのファンの方、ご家族、ご友人、今ご覧くださっているすべての皆様から気軽なコメント参加をお待ちしています。一緒に応援をしましょう。一緒に生配信を作り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。さて JFL 第11節、両チームの現在の順位です。まずはビアティン三重、現在9試合を消化して3勝4敗2引き分け、現在リーグ12位となっています。前節の FC ティアモ枚方戦はお互い譲らず点の取り合いとなりましたが、結果は3対4の敗戦となりました。見事なゴールシーンが生まれていただけに悔しい結果となっています。連敗はしたくない今日の一戦、ビアティン三重です。一方高知ユナイテッド SC、現在8試合を消化して4勝4敗引き分けは0です。現在リーグ8位、去年の勝ち数に早くも並ぶと同時に現在天皇杯を含めた公式戦は4連勝中です。前節 FC 丸安岡崎戦では序盤に失点するものの、来たるチャンスを確実にものにし2対1の逆転勝利となりました。この波に今日も乗りたい、そしてホームで高知の皆さんに勝利を届けたい高知ユナイテッド SC です。では自己紹介、私自己紹介まだしてなかった、ごめんなさい。本日はフリーアナウンサーの大西由里が実況を担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。前髪の分け目を変えてみました。いらん情報、はい。それでは、両チームのスターティングメンバーを発表いたします。まずはビアティン三重のメンバーを発表します。まずはスターティングメンバー、ゴールキーパー背番号1森健太、ディフェンダー背番号2大竹陸、ディフェンダー背番号24池田直樹、ディフェンダー背番号32井上城、失礼いたしました。ディフェンダー背番号33奥村太一、ミッドフィルダー背番号7塩谷仁、ミッドフィルダー背番号8沢智也、ミッドフィルダー背番号10山藤健太、ミッドフィルダー背番号16橋本拓人、フォワード背番号5菅野哲也、フォワード背番号18佐藤浩一、以上がスターティングメンバーです。続いてリザーブ、ゴールキーパー背番号21加藤大輝、ディフェンダー背番号3穂積亮、ディフェンダー背番号17野外と俊、ミッドフィルダー背番号11早坂翔、
ミッドフィルダー背番号13高橋小太郎、フォワード背番号9酒井達馬、フォワード背番号34原口拓人。以上リザーブメンバーです。続きまして高知ユナイテッド SC のスターティングメンバーを発表します。ゴールキーパー背番号22池上直隆、フィフェンダー背番号3藤崎翔太、ディフェンダー背番号21藤井義晴、ディフェンダー背番号24平田健一郎、ディフェンダー背番号29下堂隆生、ミッドフィルダー背番号4細山海人、ミッドフィルダー背番号6青木翔、ミッドフィルダー背番号10横竹翼、フォワード背番号14吉田智樹、フォワード背番号8西村優太、フォワード背番号9長尾義樹。に以上がスターティングメンバーです。続きましてリザーブメンバー、ゴールキーパー背番号30井上誠也、ディフェンダー背番号16松原博人、ミッドフィルダー背番号5ルーカス・ダウベルマン、ミッドフィルダー背番号7岡田大輔、ミッドフィルダー背番号25栗原純也、フォワード背番号18泉光輝、フォワード背番号19赤星海馬。以上が高知ユナイテッド SC のメンバーです。両チームのスターティングメンバー並びにリザーブメンバーを発表させていただきました。高知ユナイテッド SC 対ビアティ三重 JFL 第11節ですが、昨年両チームは最終節三重県の東インスタジアムで対戦をいたしました。この時は高知ユナイテッド SC 背番号3番藤崎翔太のゴールにより1対0で高知ユナイテッド SC が勝利しましたが、この試合によりビアティ三重は J リーグ参入のチャンスを逃してしまったために、こうビアティ三重のホームページを見ていますとね、選手の中でも昨シーズン一番印象に残った試合はどれだったかっていうので、高知ユナイテッドとの最終節を挙げている選手が多くいました。ある意味今日は因縁の対決となるかもしれません。また高知ユナイテッド SC にとっても高知県初の JFL 昇格に大きく貢献した多くの主力選手たちが去年のこの最終節ビアティン三重戦をもって高知でのプレーを完結させたという、そんな試合でもありました。さらに地元三重県の出身で前身アイゴッソコーチから6年在籍した玉川健太選手が横竹主将に代わってキャプテンマークを巻いて出場した試合でもありまして、昨シーズンの中でも印象に残る試合の一つではないかと思います。そんな両チームが今日は戦っていきます。場所は高知県春野町の春野球技場です。この後午後1時キックオフとなります。今日はというか今日もなんですが、この YouTube は実況を私一人で
やってまいりますので、皆さんのコメントと一緒に、YouTube 配信を盛り上げていきたいなと思っています。で、高知ユナイテッド SC はもちろんなんですが、ビアティン三重の選手の情報も集めておりますので、ぜひ三重のサポーターの方や選手それぞれのファンの方々、お気に入りの選手、応援している選手への応援コメントを、ね、YouTube でいただけましたらよろしくお願いいたします。さあ、選手の入場です。向かって右側、白いユニフォームがビアティン三重、左側、えんじのユニフォームが高知ユナイテッド SC です。コメントこっちで追っていきます。早速コメントいただいてますね。滋賀ヒロティリアンさんからバックスタンドで応援してます、ありがとうございます。今コメント欄にも流れていますが、高知ユナイテッド SC はサポーター本部というものがございまして、現在会員を増やそうと奮闘中でございます。気になる方はぜひこのね、LINE のURL を載せておりますので、こちらからジャンプしてみてください。先ほど映っていたユナイテッドのユナゴリ君から定期的にチームの情報が届くという、そんな LINE になっておりますのでよろしくお願いいたします。パンダマニアユウスケさん、ゆりちゃんよろしくと、こちらこそよろしくお願いいたします。皆さん90分間楽しんでまいりましょう、よろしくお願いいたします。今日は入場制限500人ということで、アウェイからもね、来たかったけれどもちょっと状況を鑑みて来られなかったっていう方のコメントなんかもツイッターなどでね拝見しました。本当ならここに来て皆さんでね選手に声援を送りたいところですが、来られなかった方、そういった方のためにもこの YouTube 配信があると思っていますので、皆さんが気持ちよく、そして楽しく90分間を過ごしていただけるように私も頑張ります。皆さんもぜひぜひコメントでご参加ください。第23回日本フットボールリーグ第11節、高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重、この後1時キックオフです。もう間もなくキックオフとなります。ビアティン三重、率いるのは監督上野信弘さん。この方は早稲田大学の出身で、卒業後全日本サッカークラブ、現在の横浜フリューゲルスですね、や松田 SC、 現在のサンフレッチェ広島などでプレーし、1994年に引退。その後は J リーグチームのコーチや監督を務め、おととしビアティン三重の監督に就任し、今季は3年目となります。去年はね、ギリギリのところで J リーグへの昇格は逃してしまいましたが、それでも JFL 参入以来の最高位で終了をしています。今年のスラーガンは突破ということで、そんなビアティン三重、今日は高知に迎えての対戦です。一方、高知ユナイテッド SC 監督は西村明宏さん。当時のヤンマーディーゼル、今のセレッソ大阪の選手として活躍をしました。日本代表にも選出され、国際 A マッチ49試合に出場経験があります。現役引退後は日本代表をアンダー20やセレッソ大阪などの監督も歴任したり、サッカー協会の育成担当技術委員長などの経験もあります。2014年から前身チームアイゴッソコーチの監督、そして2016年にはユナイテッドの監督、その後スーパーバイザーや GM を経て、昨年4年ぶりに監督に復活し、今季2年目のシーズンを駆け抜けています。スローガンは攻守ともにアグレッシブなサッカー。練習の時はね、時々西村監督少し寒いギャグを披露しまして、その場を温かく効率化せることが特徴でございますね。さあ、円陣を組んでおります。あ、青木選手のでんぐり返し見るの忘れてた、してました。この後かな。皆さん、高知ユナイテッド SC 背番号6番の青木翔選手にご注目ください。はい、これが勝利のでんぐり返しです。1回、2回、3回はいかない。これが高知ユナイテッド SC 背番号6番、青木翔選手でございます。
さあ、まもなくキックオフ。皆さんコメントお待ちしております。前半キックオフ、皆さん向かって右側白いユニフォームがビアティン・ミエ、向かって左側エンジのユニフォームが高知ユナイテッド SC です。 JFL 第11節、背番号21番藤井義春のファールがありました。ビアティン・ミエのボールです。さあ立ち上がり、前節はね、高知ユナイテッド SC 立ち上がりで失点をしてしまいました。ここはなんとか落ち着いて守っていきたい高知ユナイテッド SC です。ビアティン・ミエ、キッカーは背番号16橋本拓人。さあいいボールが入りましたが、ここは3番の藤崎翔太がヘッドで対応。マイボール、高知ユナイテッド SC のゴールキックに変わります。足と歩きのアシストチャンネルさん、配信で応援してます、今日も勝ってほしいといただきました、ありがとうございます。高知ユナイテッド SC は今日勝つと天皇杯含め公式戦5連勝となります。さあヘッドで競っていくのは8番西村優太ですが、ここはビアティ・ミエが前を向きました。ボールは左サイド、5番の菅野哲也から18番佐藤浩一、ここはボールが流れました。ユナイテッドのゴールキーパー22番池上直隆が冷静にボールを保持しています。藤井義晴が前からボールを触っていきましたが、ユナイテッドボール、ナイスディフェンス。ボールは右サイドから回っています。ファールがありました。ビアティン・ミエ、サイドバック32番井上城のファールでしょうか。ユナイテッドのフリーキックです。ボールを蹴っていくのはユナイテッド SC 背番号24番平田健一郎、今季のキャプテン、もしくは背番号10番、昨年までのキャプテン、現在名誉キャプテンの横竹翼、どちらでしょうか。平田のようです。さあボールが入った、入りました、ゴール入りました。これは21番の春尾、なんということでしょう。前節は立ち上がりに点を取られた高知ユナイテッド SC が、今日は立ち上がりに点を取りました。ナイシュー、背番号21番の春尾です。春尾のシュートです。ナイシュー。春尾はですね、あの天皇杯1回戦蒲田マーレさぬき戦で1点を決めたあの選手でございますね。前半3分というところでしょうか。高知ユナイテッド SC が先制しまして、現在1対0。春尾でした。ナイス春尾でございます。春尾さんはですね、そう蒲田マーレさぬき戦で高知での公式戦初得点、そして自身初の決勝ゴールを決めましてね、それでもまだまだですと、まだディフェンス、そして攻撃の面でね、あの課題はあるので頑張りますというコメントをしていました。今日も流れを持ってきてくれました春尾選手です。藤井義晴選手、九州産業大学なんですけれども、本日ビアティン・ミエのね選手にはこの九州産業大学出身の選手がいらっしゃいまして、あのこの藤井義晴選手とともにね、全国のインカレを戦ったメンバーがね、そして今日も試合に出ているのではないでしょうか。ユナイテッドボールです。ボールは左サイド、右サイドに渡って21番の藤井から縦にボールが通る8番の西村優太、西村優太と
2番の大竹陸が競っていくが、ここはボールシュートを打っていきました。青木が前からプレスをかけていきます。ヘッドで反応したのが18番の佐藤浩一。ここはユナイテッドボールに変わり、8番の西村にいいボールが入りました。惜しいシュートを打っていきました。ビアティミエがボールを前線に送ります。18番の佐藤浩一が落として7番塩谷、そしてボールを左サイドに散らします32番井上城、10番の山藤、16番橋本拓人、サイドを変えます。10番の山藤からボールが左サイドに渡ります。32番の井上城、藤井がディフェンスにつく、もう一度山藤、そして5番の菅野哲也、サイドを変えて右です。これは24番の池田直樹、池田直樹がボールを上げていきまして入りました。そこに反応した10番山藤健太、ビアティン三重点を返しました。右サイドから10番の山藤健太ボールを当てていきまして点が入りました。前半6分というところでしょうかね。ビアティン三重点が入りまして、高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重1対1、振り出しに戻りました。点を決めたのは背番号10番山藤健太、そして24番の池田直樹もナイスクロスでございました。マッキーさん、今日は打ち合いということで、打ち合いかもしれませんね。早々に、まだ前半10分経っていないんですけれども、お互いに点が入りまして現在1対1、試合は振り出しに戻っています。今ビアティ三重で点を決めました背番号10番の山藤健太選手は今季加入のニューフェイス、神奈川県出身です。平成国際大学からアルテ高崎、そしてソニー仙台 FC、 その後ツエーゲン金沢、ギラバンツ北九州、もう一度ツエーゲン金沢からのホンダ FC です。J リーグ通算120試合に出場していて7得点を獲得しています。 JFL に関しては通算172試合8得点をマークしています。経験豊富な強力ニューフェイス、ビアティン三重の新加入山藤健太選手背番号10番、点が入りました。ビアティン三重でいうと最年長かもしれません。ファールがありましたでしょうか。背番号3番の藤崎翔太のファール、7番塩谷陣へのファールでしょうか。ここは危ない位置でのフリーキック。立て続けに失点はしたくない高知ユナイテッド SC。ドキドキ。 Y 高陣さん、試合展開早ーとね、本当ですね、ちょっとびっくりしてます。秀ハルトさん、ナイス山藤といただきました。背番号10番山藤健太選手のゴールで高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重1対1。さあ、そして大きなチャンスをビアティン三重が迎えています。キッカーは背番号5番菅野哲也か、隣にいるのは誰だ。もっと行くよさん、集中してこう。そうですね、さあ蹴っていきました。ここはボール流れました。ゴールキックです。ヒヤッとしましたね。もう間もなく前半10分とは思えないほどの早い展開、試合は振り出しです。22番池上直孝のゴールキックが入ります。正確なパスがここは
高いヘッドを背番号8番の西村優太にピシャリと当たりまして、もう一度前線へ9番長尾抜いていこうというところですが、ここは24番の池田直樹、そして2番大竹陸が挟み込んでナイスディフェンスです。もう一度ボールはユナイテッドに渡っていますが、32番の井上城が大きく前へ蹴りました。10番の横竹翼、右サイドを見て21番の藤井義春、縦にボールを回して8番の西村優太、おお、ここは33番奥村太一のハイプレス、7番塩谷、混戦している、ここはおお、ビアティン三重のものになりました。ボールが7番の塩谷から10番山藤、ボール流れてユナイテッドのディフェンスライン、29番下堂が前にそのまま持っていくか、一度戻します。3番の藤崎、21番藤井、ここは7番塩谷の足に引っかかってユナイテッドボールです。ただいま前半まもなく11分というところですね。4番の細山から長尾、もう一度細山中に上げていくか、上げていったところには西村、オーバーヘッドを狙ったか、ここは流れた、もう一度14番の吉田が打っていくか、どうだ、中に入れた、な、入ったんじゃないのか、これは入りました、入った、14番の吉田智樹のクロスがそのままゴールに吸い込まれた形でしょうか。ナイシュー智樹、前半12分、背番号14番吉田智樹のシュートそのままゴールに吸い込まれていきました。なんでしょう今日は、なんだこれは、取り合いか、あら西村優太選手当たったか、西村優太選手が触ったのかな、あ、触ったとアピールしている。吉田智樹のクロスから8番西村優太のゴールでございましたね。さあ集中していきましょう、今日は点の取り合いになりそうです。10番横竹がいい、ここはゴールキーパーが出てきてカットです。あ、長尾の足に当たった、アピールしてました。ちょっと見えなかった、9番の長尾かな、ちょっと今リプレイを確認しているところですけれども、試合前半まもなく13分というところで、高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重2対1、非常に早い展開となっています。ケンケンさん、攻撃陣が自信持ってプレーしているのが分かるといただきました、ありがとうございます。そうですね、ユナイテッド SC やっぱり天皇杯含めて4連勝中ということで、選手それぞれに自信があふれみなぎっている様子がよく見られます。先ほどの得点、9番長尾よしきみ選手の右足のシュートでした。よしきみ先生ナイシュー、皆さんよしきみ先生と呼んでくださいね。そのよしきみ先生が前からプレスをかけていきます。ボールはゴールキーパーまで戻ります。ビアティン三重、背番号1番森健太、サービアティミエが前を向いた、ボールは右サイド中に持っていって、16番の橋本がボールを置いていったところはディフェンス、14番の吉田がしっかりと対応、もう一度右からクロスを上げてくる、反応するのは16番橋本拓人、違ったか、吉田和彦さん、どうせ吉田やったと打ち合いは面白い、カワティさん、ベラルーシから帰国し東京から応援していますと
ありがとうございます。22番の池上直隆、高知ユナイテッド出身のゴールキーパー、このヘアバンドはお乳です。さあ正確なキックが入りました。8番の西村優太に向けたキック、正確ですね。ここはヘッドの競り合い、10番の横竹翼が前に、さあここはチャンスだ。もう一度左サイドから、ボールはラインを割ったようです。高知ユナイテッド SC ボール。前半15分を過ぎたところで、高知ユナイテッド SC 対ビアティンミエ、2-1、ユナイテッドが1点リードしています。西村優太から前を向いて14番の吉田、一度下げます。ボールを大切に29番の下堂、さあ縦に長いボールを入れていきましたが、ここはラインを割りました。ビアティン三重のゴールキック、背番号1番森健太のゴールキックです。ゴールキーパー森健太選手は愛知県出身、ビアティン三重は2年目ですね。市立船橋高校から駒沢大学、大学卒業後栃木ウーバー FC、 そして三重琵琶湖滋賀に在籍しました。高校時代1年生の時には高校総体制覇、そして2年生の時には全国高校サッカー選手権で優勝を経験しています。さあ右サイドでの攻防、平田健一郎が、下堂流星がしっかりとディフェンスで対応していきました。まもなく前半17分、ビアティン三重のディフェンスラインまでボールが下がります。7番の塩谷仁が左サイドからボールを前に持っていこうというところはラインを割ってユナイテッドボール。6番の青木、10番横竹、21番の藤井、ここはパスがずれましてビアティン三重のボールになります。今日のスターティングメンバー改めてご紹介します。まずはビアティン三重、ゴールキーパーは背番号1番森健太、そして4バック右に24池田直樹、真ん中に2番の大竹陸、33番奥村太一、そして左サイドバック32番井上城、中盤ボランチの位置ダブルボランチ、背番号10番山藤健太と16番の橋本拓人、右サイドに8番沢智也、そして左サイドに7番の塩谷仁、今ボールが渡りました。7番塩谷仁、今季のキャプテンです。そしてトップの位置には背番号5番菅野哲也、そして18番佐藤浩一、以上11人となっています。前節からメンバーを変えてきたのはディフェンスラインの背番号2番大竹陸ですね。本日ベンチに控えます3番穂積亮との交代。さあユナイテッド SC8 番西村優太にボールが渡って、後ろから上がってきた6番の青木が左サイドへボールを展開。さあ1人抜いてシュートを打ってきた、14番の吉田智樹でしょうか。ナイスシュート。ここはコーナーキックのチャンスを手に入れましたユナイテッド SC。コーナーキック、キッカーは背番号10番の横竹翼です。高知ユナイテッド SC の背番号10横竹翼はもう誰もが知るミスターコーチでございますね。もうコーチ7年目となりました。広島県出身、サンフレッチェ広島
そしてガイナーレ鳥取で J リーグを経験しまして、前身チームアイゴッソコーチに所属して、そして7年目となります。去年までキャプテン、そして今季は名誉キャプテンとなりました。各世代の日本代表にも選出経験があります。さあいいボールが入ってきましたが、ここは弾かれて6番の青木がもう一度回していきます。横竹から青木、中に入れていこうというところですが、ボールがここは渡っていくか、一度22番池上直隆までボールを戻します。そして右サイドに展開、4番の細山、藤崎がいいロングボールだ。ここはフリー、8番の西村優太がフリーでボールを受け持ちます。真ん中に6番青木、29番の下堂、下堂が縦にボールを入れていくが、10番の横竹が拾ってセカンドボール、そこからもう一度中に入れて9番長尾に当てて、14番吉田智樹というところ、いい流れを作っています。コーナーキックがサイド、ユナイテッド FC ですね。キッカーは10番の横竹翼。ジンや T さん、さあもう1点ということで、これはねどちらとも取れますよね。ユナイテッド FC、 そしてビアティミエ、今日は点の取り合いになっています。前半21分を過ぎたところ、2対1高知ユナイテッド FC がリードしています。コーナーキックのチャンス、ユナイテッド FC、 横竹が蹴っていきます。ここは1番森健太が弾くが、6番のミドル、青木のミドルシュート、青木から4番細山、左サイド中にボールを上げていく、8番西村、1番の森健太がサイドパンチング、ここはゆっくりと回していきます。14番吉田智樹がここまで右サイドまで回っています。4番の細山から3番藤崎、6番の青木、ミドルシュートナイスでした。3番の藤崎がロングボールを狙うところですが、ふわっと浮かせて右サイド、21番の藤、ここはハイプレス、7番の塩谷陣、自分のボールにしました。ビアティミエボール、後ろから回していきます。33番の奥村、ここは10番の横竹が自身のボールにしようというところですが、サイドビアティミエのボールになりました。ボール右サイド、24番の池田から18番の佐藤浩一にいいボールが入りましたが、ユナイテッドのボール、9番長尾、21番の藤井、3番の藤崎から縦に4番細山、ここはボールをキープできず、16番の橋本、ビアティミエが前を向いています。32番の井上城から10番山藤仕掛けていきます。もう一度10番山藤、ボールの出どころです。ここはユナイテッドが冷静に自分のボールにしていきます。9番長尾から14番吉田、前に送っていきますが流れました。1番の森健太、ビアティミエのゴールキッパーまで戻りました。さてビアティミエのスターティングメンバーを紹介して、続きまして高知ユナイテッド FC のスターティングメンバーですね、紹介します。ゴールキーパーは背番号22池上直隆、ディフェンスは4バック、右に21番の藤井、真ん中に3番藤崎、29番下堂、左には24番の平田、10番ダブルボランチ背番号10番横竹、6番の青木、そして右サイドには4番の細山、ナイスディフェンスです。29番の下堂、右サイドに4番の細山、左サイドに14番の吉田が入っています。そしてトップ下に背番号9番長尾、ワントップセンターフォワードには8番の西村優太です。以上のスターティングメンバーで戦っています。
ただいまより飲水タイムに入ります。カワティさん、カワティさん、徳島のスカウティングも見に来ているので、今日の内容は J1 徳島の戦い方が左右する重要な試合ということで、そうですね、6月9日水曜日の午後7時から徳島県で、天皇杯2回戦高知ユナイテッド SC は J1 徳島ヴォルティスと対戦します。連戦ですね、ここからね。連戦というものは、あ、今映ってますね、22番のゴールキーパー池上直隆選手にご注目ください。今日してるかな、このヘアバンド、あのこのちょっとね、あのチリチリのパーマがかかったこの髪の毛がですね、他の選手からブロッコリーヘアと少しちょっといじられてしまっているようでして、このヘアバンド、こういうね、分厚いヘアバンドをするのはサッカー人生で初めてということですのでね、ご注目ください。3番の藤崎翔太選手と何やらお話をして戻っていきます。この22番池上直隆、そして3番藤崎翔太、29番の下堂流星、そして左サイドバック24番平田、もう去年からねほぼ変わることなくユナイテッド SC を守ってきてくれている、そしてね、あのしっかりと止めてくれるディフェンダーゴールキーパーでございます。一方のビアティン三重のディフェンスラインもですね、本当にもう今季一節から入れ替えがありながらもほぼもう定着メンバーでね守ってきていますね。1番の森健太、そして右サイドバック24番の池田直樹、今日は真ん中2番の大竹陸と33番の奥村太一、左サイドバックには32番井上城、その33番奥村太一から左サイドからボールを展開していくところですが、ラインを割ってビアティン三重ボールです。カナタさん、カタナさん、ボールボーイはどこのチームですか。今日どこでしたっけね、ちょっと後で確認をしておきます、申し訳ございません。今日どこです。ユナイテッドのジュニアユース、ありがとうございます。私の隣にいる記録員の方々が教えてくださいました。今日のボールボーイはユナイテッドのジュニアユースの方々です、ありがとうございます。実況に夢中になってそこをしっかり見ていなかった、申し訳ございません、ありがとうございます。刀さん、それは誰のお話をされているんですか。あ、横竹翼選手、私の横にいる記録員の方々はですね、高校高知県内のね、向こうで大丈夫です、ありがとうございます、すみません、高知県内の高校などのねサッカー部の監督をされている方でして、横竹翼選手の位置取りが非常にいいと。はい、どんなところがいいんですか。はあ、なるほど、周りをよく見て自分が今どこにいればいいのかをしっかりと把握して動いているために横竹選手からのリズムが生まれるということですか。ボールを奪えている、ありがとうございます。パンダマニアユースケさん、コーチユナイテッド SC のユースです、ありがとうございます。竹吉辻さん、三重勝てよ、後がないということでね、竹吉さんありがとうございます。ビアティン三重はですね、現在9試合消化して3勝4敗に引き分け、現在リーグ12位となっています。一戦一戦ね、重くのしかかってくる今季の試合でございますゆえ、ねえ、なんとか連敗はしたくないというね、絶対に連敗はしたくないですよね、まあ、どこのチームもそうなんですけれども、本当にさえおやさん、ビアティン頑張れ、ありがとうございます、見てくださって。
ピアティン三重のサポーターの方もぜひ気になる選手、応援している選手などね、コメントください。よろしくお願いします。さて、そんなビアティ三重が前を向いて後ろからボールを回していきます。10番の山藤、縦にボールを渡して18番の佐藤浩一からというところですが、3番藤崎がボールを奪いました。もう一度ビアティン、4番細山、10番の横竹、もう一度横竹、ここはビアティン三重が一度落ち着かせます。10番山藤、33番の奥村、もう一度山藤、16番の橋本が下がってもらいに行きました。16番の橋本、ボール左サイドに渡って32番の井上から5番の菅野にボールが渡ってサイドチェンジ、右サイド、24番の池田直樹、10番山藤から短いパスをつないでいく、中にボールを入れるチャンスを、10番の山藤からボール入りましたが、3番の藤崎翔太がヘッドで対応、33番奥村、24番の池田、32番でした、失礼します、32番井上城、さあ32番井上が中に上げてくるところはヘッドでしっかり対応です。パスコースをしっかりと潰しています。9番の長尾にボールが渡る、左サイドから攻めていきます。ユナイテッド FC 一気にゴールに近づきました。さあ14から6番の青木というところでしたが、ゴールキックに変わります。チャンスを作りました、高知ユナイテッド FC。タナベッチのフリータイムさん、三重もコーチもともに J リーグへと、本当ですね、 J リーグへ。竹吉さん、コーチってライセンスあるっけって、ないんですよ竹吉さん、コーチライセンスないんですね、ライセンス欲しいよね。ビアティ三重さんはね、あのライセンスは持っていて、もうそれこそ本当に最終節、去年の最終節コーチに勝っていれば今季このカテゴリーにはいなかったというね、本当に因縁の今日は対決。もう選手たちもね、本当にそのコメントで、あの最終節が忘れられないと言ってる選手たち多く今日もね、あの出場しておりますので、コーチとしてもこの波に乗りたい、公式戦4連勝中、そして今日はホーム戦ということでね、その勝ちたいという気持ちがね、この点に表れているのではないでしょうか。ユナイテッド対ビアティン三重、前半のうちに2対1、さあビアティン三重が一度最終ラインまでボールを戻していきます。33番の奥村、そして32番井上城、左サイドから回していく7番の塩谷、井上と少し合いませんでした、肩をポンと叩き合いました。このビアティン三重7番の塩谷選手はですね、塩谷仁選手、静岡県出身、3年目の選手ですけれども、今季からキャプテンに就任しました。昨年はですね、7得点決めまして、ランキング3位、非常に得点力のある左サイド7番塩谷仁、今季も2得点をすでにマークしています。ちょっと調べたところ、ノートブログもねすごく真面目に更新をされている方で、よかったら皆さん調べてみてくださいね。ジュビロ磐田のアンダー18から関西大学に進みました塩谷仁。さあユナイテッドチャンスです。右サイド4番の細山から、ここは7番の塩谷が弾いて、もう一度ユナイテッドボール、4番の細山が入れていきます。21番藤井義晴から14番の吉田智樹、右サイドまで回ってきています。4番細山が一度戻して10番横竹、さあオフサイドがありました。今のこう横竹選手のこういう位置取りですか。あーなるほど、はい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 、なるほど、こういういい、いいところにどこにいればいいのかっていうのを、はい、
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。私の専属解説員、今日の記録員の方々でございます。やっぱり解説がいると違いますよね。コーチユナイテッド出身背番号10番横竹翼選手、さあここは落ち着いて守っていきたいところですが、キープ力が素晴らしいリアティミエ8番沢智也、いやここはファールを取られました。またまた少し怖い位置からのフリーキック、石黒さん、JFL 久々に見たけれど実況が面白くて驚きましたと、ありがとうございます。 JFL 久々に戻ってきてくださったんですね。今の JFL はこのような感じでございます。どのような感じなんでしょうか。太平さん、追いつこうぜビアティン、追いつくチャンスが今まさにやってきています。タナベッチのフリータイム3、三重の佐藤浩一選手はメンバー入ってますかということで、今日ねスターティングメンバーで出ています。背番号18番佐藤浩一選手、ビアティン三重のトップの位置で出てますね。今日はスターティングメンバーですよ。もう欠かせないですね、佐藤浩一選手も。キッカーは背番号10番山藤か5番の菅野哲也。さあここは守りたいぞ。さっきも見ましたけどね、この位置からのね、今日は多いですね。5番菅野が蹴った、壁に当たった、ナイス。そして9番長尾が追っていく、長尾が追っていく。2番の大竹とのマッチアップは長尾の勝ち。そして前にボールを送ります。大きなチャンス、高知ユナイテッド SC は守っていきました。ビアティンミアはもう一度落ち着いて後ろからチャンスを作っていきたいところです。最終ラインで回していきます。10番の山藤が最終ラインまで戻っています。24番の池田から、18番佐藤浩一、先ほど田辺っちのフリータイムさんがねおっしゃってくださった佐藤浩一選手、今日ビアティン三重のねトップの位置で出ていますが、ビアティン三重左サイドにボール渡りました。5番の菅野、菅野から井上、菅野もう一度、そして中にボールを渡していくが、ここは10番の横竹が大きく蹴っていきまして、8番の西村が触ります。ナイスディフェンスです。ビアティン三重ボールになりました。井上が入れていく、一度後ろに戻します。33番の奥村太一、16番の橋本拓人、さあ短いパスを回して左サイドから抜いていこうというところ、3番の藤崎が落ち着いてカットです。しっかりと守っていきます。美しい 4-4-2 のラインが今ユナイテッド出来上がってますね。とても美しい並びです。33番の奥村、さあ左サイドからもう一度、32番井上城のクロス流れた、14番吉田智樹、ボールは左サイドです。8番の西村を狙ってのロングパス、惜しかった。ケンケンさん、コーチの14番ボールカットもさっきのターンもさらっとうまいプレーするということですね。ケンケンさんありがとうございます。コーチの14番は吉田智樹選手ですね。ありがとうございます、コメントいただきまして。福島県出身で今季加入のニューフェイス、いわき FC から現在期限付き移籍をしている選手でございます。明秀学園日立高校の出身なんですが、高校サッカー選手権にも出場しています。今ね、いわき FC さんから横断幕を、吉田智樹選手の横断幕を預かっている、そんな状況でございますね。いわき FC 出身といえば、
今日はベンチ入りですが、高知ユナイテッド FC 背番号19番の赤星海馬選手もいるんですが、この吉田、赤星、岩木ラインがですね、先日の丸安岡崎戦でも吉田のアシストにより赤星が点を決めるというね、このラインでの得点というのが第4節でも生まれていますね。ありがとうございます。皆さん気になる選手ぜひコメントくださいね。コーチだけじゃなくて三重の方もね、ぜひよろしくお願いします。さあ、青木が前からプレスをかけていった32番の井上、ボールは左サイドです。ここはパスが乱れたところを9番の長尾が全速力で追いかけていく。間に合った。右サイド長尾が中に入れて、青木からかー。私、青木選手のああいう感じめちゃくちゃ好きなんですけど、6番青木選手どうですかね。え、なんて言えばいいんでしょうね、早くないですか、判断がね。一回触ってからの判断がめちゃくちゃ早くないですか。はい、いやー、ちょっとね、いいですね。ボランチコンビ6番の青木、そして10番の横竹、またビアティン三重のこの中盤ね、10番山藤健太選手、16番橋本拓斗選手も、なかなかのこのパスの出どころになっていますよね。やっぱり多いですね、両方ビアティンもだし、ユナイテッドも10番からの起点となったパス回しが多いということです。今日は湘南のルヴァンカップとの2画面で応援しますと。あら、すごい、ありがとうございます。2画面目に選んでいただいて、前からボールを奪っていく21番の藤井。モトさん、クワーということで、クワーでしたね。10番の山藤から16番の橋本、ボールは左サイドにあります。さあ、5番の菅野、真ん中にボールが渡っていく。サイドチェンジ、24番池田。タカさん、ルーカス選手の怪我は治りましたかということですが、後半のね、途中から蒲田マーレ讃岐戦以降はね、後半、おお、ここはファールがありまして、ユナイテッドボール。8番西村がちょっと倒れているでしょうか、大丈夫でしょうか。24番の平田キャプテンがね、肩をポンポンと叩きに行きました。大丈夫でしょうか。西村優太選手、前節 FC 丸安岡崎戦で1点目を決めた選手です。大丈夫なようですね。タカさん、ルーカス選手の怪我なんですけれども、前節もね、丸安岡崎戦もルーカス・ダウベルマン選手、後半の途中から交代で出場しまして、試合後にちょっとお話を聞いてみたところ、まだね、試合出た後ちょっと痛いみたいですね。なので完治はしていないようなんですけれども、でもメンタルは元気だよとおっしゃってました。試合終わった後、菅野トレーナーのマッサージを受けて元気と言っておりました。ルーカス・ダウベルマン選手、今日も出てくるでしょうか、後半。さて、前半43分、高知ユナイテッド FC 対ビアティン三重、2対1、高知が1点リード。さあ、ここは22番の池上までボールが戻ります。前からプレスをかけて、前でボールを触っていった10番の山藤、32番井上が上がっていきます。そこにボールが通って、右サイドから抜いていくか、21番の藤井がつく。10番山藤、7番の塩谷が真ん中から得点が怖い。10番の山藤がふわっと上げていったところはナイスクリアーです。14番の吉田智樹、長尾がしっかりとこのセカンドボールを競っていくことにより、ここがユナイテッドにボールになるわけですね。さあ、ナイスだ。痛い、ちょっと痛い、大丈夫、
対21番の藤井が前からボールを取りに行ったところちょっと痛い。ありがとうございます。アディショナルタイム、アディショナルタイム2分が出ました。藤崎がロングパス、4番の細山、ここは2人でぬおー、ここは抜いていって、ナイス。スピードのある今32番井上と7番の塩山挟みに行ったんですがね、そこの間をスピードのあるドリブルで細山抜いていきました。そのナイスプレーがコーナーを呼び込みました。本日3本目、高知ユナイテッド FC、 キッカーは24番の平田健一郎です。さあここ間もなく前半終了というところで、ビアティ三重川はなんとか振り出しに戻して後半に行きたいところ。高知ユナイテッド FC は引き離せるならば引き離したいところ。さあどうでしょうか。うおー、ここはゴールキックに変わります。ビアティン三重ゴールキーパー1番森健太からボールが入っていきます。大きく蹴るようです。なんとか1点を返したいビアティン三重です。さあボールが入りました。前に出てきて3番藤崎ヘッドで対応、ナイスディフェンス。さあボールが入っている10番の山藤が右サイドにありますが、ここは囲んで対応。2番の大竹陸、一度落ち着いて回していく。最終ライン33番奥村、2番の大竹、1番の森健太までボールが戻ったところで前半終了です。日本フットボールリーグ第11節、高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重、2対1、高知が1点リードで前半を終えます。ハーフタイムに入ります。いやー、白熱した戦いですね。なかなかちょっとこんなにいきなり点がたくさん入ると思っていませんでした。土佐嵐さん、高知ユナイテッド SC このままリードして勝ちに行きましょう。マッキーさん、ここで決めたい。タナベッチのフリータイムさん、頑張れビアティン三重。皆さんありがとうございます。現在ハーフタイム中です。さてまずはあれですね、ラジオのあれからいきましょうかね。はい、お、あ、そうだ、ステッカー。くれていますかね。まずは、このお名前の読み上げを後にしましょうかね。はい、ゆなごりくん来てくれてますよ。ちょっと今日はね、ゆなごりくんに話してほしいことがたくさんありますのでね、よろしくお願いします。さてですか、ラジオの宣伝をまずは、今回ですね、この YouTube 配信はですね、皆さんからの温かいご支援で、続けさせていただくことになりました。皆さん本当にありがとうございます。このハーフタイムの時にね、あの PR をしたいということで、支援をくださったこのタンパク質王子と大西入りのミッドナイトターキー、1分間宣伝ラジオ今日も開催です。皆さんこのミッドナイトターキーはご存知ですか。毎週土曜日深夜3時から FM 高知というラジオ局で放送している深夜ラジオでございます。
私大西ゆりと高知県中土佐町大野見という場所で七面鳥の生産の、ね、現場に携わっているタンパク質王子という方、この二人で放送している番組です。実は今日の、ね、深夜3時から放送があるんですけれども、今日の内容はですね、そのタンパク質王子が七面鳥の生産現場に入ることで感じた畜産への思い、これをですねとても真面目に語ってくださってますので、まあ、なかなかねスーパーに並んでいるお肉っていうのを果たしてまあどうやって育ってきて誰がこうお肉に変えているのかっていうところまでこう意識がね普通に生活しているといかないと思います。まあ、そういったことを今日は話してくれてますのでね、皆さんよかったらお聞きください。そして高知の皆さん、この会場で大西ゆりを見ましてラジオ聞いてるよって言ってくれたらこのステッカープレゼントしますので、よかったらねこそっと言ってみてください。以上今日の1分間宣伝でした。ありがとうございました。皆さん今日の深夜3時 FM 高知でお待ちしております。さて皆さんコメントいただいてますね。土佐嵐さん、ゆなごりさんがいるということで、今日のハーフタイムゲストゆなごりくんです。イエーイ。皆さんご覧いただいてますか？ありがとうございます。ありがとうございます。悔しい。だってどうでしたか？ゆなごりくん喋れます？これ聞こえますかね？聞こえてるかな？聞こえてる？聞こえます？皆さん聞こえてますか？ちょっとだけお口あんして。ちょっとマスクで、マスクなんでマスクって言わないのこれで聞こえますかね？聞こえますかね？聞こえてるかな皆さん。はい、ありがとうございます。ハーフタイムゲスト、ゆなごりくん来てくれました。どうも。どうですか、ちょっと今日点の取り合いみたいな。めっちゃ面白い試合展開っすね。ねね、YouTube はね、コーチのファンの方のみならず、ビアティン三重の方もコメントくださってるんですけど。りょうじさんも。そう、志賀さん、ビアティンサポーター、悔しいって。ねえ。でもありがたいですね、そうやって見てくれて。いや、もう本当に皆さんありがとうございます。パンダマニアユースケさん、ゆなごりくんって。パンダさんから、パンダさんからメッセージ来ましたよ。パンダさんどうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ゆなごりくんはね、この高知県春野町のその辺の山に住んでるゴリラなんですけど試合の時だけね、試合の時には降りてきますんで。はい、降りてきてます。はい、そういう設定でお願いします。設定って言わないの、はい、昨日の今日の朝ごはんは何を食べたんですか？今日もちろんバナナを食べてきました。バナナ食べてきたそうです、ゆなごりくん。いや、今日は今やめていいですか？今の面白くない。もうやめられません。今ねもう生放送で流れちゃって。生ですよ。やめられない、止まらないです。リゼロの世界じゃないからさ、やり直すことができない。ありがとうございます。ちょっとじゃあコメントを見ながら。ビアティ三重のサポーターも、はい、結構来てくれてまして。いや、そうですね、先ほどいろいろご挨拶もさせていただいたんですけど。いや、遠いところ本当にありがとうございます。本当にビアティ三重のサポーター、すっごい優しい人ばっかりで、はい、本当ですか、うん、この前も三重県に去年行ってた時にすっごいよくしていただいてですね、はい、はいはいはい、はいはい、本当感謝の思いでいっぱいです。いやー、はい、こういうね、サポーターさん同士のつながりっていうのもね、うん、すごく大事だと思いますし、ビアティ三重の皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントもねいただいて、多分ねいろいろこの情勢の中本当にいろんなことを気をつけながら気を使って来てくださったと思うのでね、うん、はい、少しでも高知の雰囲気をね、うん、楽しんで帰っていただきたいですね。はい、ちょっとビアティ三重のコールリーダー、はい、りょうじさん見てますかね？りょうじさん見てる。コールリーダーのりょうじさん見てますかね？りょうじさん見てますか？あら、見ていたらよかったらコメントください。またコメントください。ありがとうございます。うーたんさん、春野はうなぎ食べに行ったことあるだって。おいしょ。あ、うなぎおいしいとかありますよね。うなぎむちゃくちゃうまいっすね。むちゃくちゃおいしいですよ、うん、いや本当いろいろね情勢が早く落ち着いて、三重にも行きたいし、もうぜひ行きたいっすね、こっちにも行きたいし、ね、なんか三重 のスタジアム のプレートにうちの名前が、はいはい、高知ユナイテッドのサポーターのですね、なんかクラウドファンディングみたいなのがあってですね、プレートになんかこう、はいはい、その会社名とかなんかをこう刻むっていうので、はいはいはい、高知ユナイテッド SC サポーター本部っていうのを刻んでますんで。おー、すごい。はい、いやー、ありがとうございます。見に行きましょう。ぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今日はね、ゆなごりくんにね、あ、りゅうじさん見てますよ、だって。あ、見てますか。ありがとうございます、りゅうじさん。あとね、七種の方、ゴリラだって。
誰です？皆さんちょっとびっくりしてる、ゴリラが実況席にいるから。見てくれてますか？そりゃそうですよ。昨年はありがとうございました、三重でお待ちしております、とりゅうじさんいただいてます。どうもどうも、ビアティ三重のコールリーダーの方なんですね。一杯おごらせていただきますので、一杯よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、本当に。ということで今日はね、ゆなごりくんにお話ししていただきたいことがあります。はいよ。高知ではサポーター本部っていうのがあるんですよね、実は。サポーターをですね、ちょっと組織化してですね、応援の方をもっともっと強化していこうという思いでですね、サポーター本部というそういった組織を、作っております。はい、これ聞こえますかね？聞こえてる。大丈夫ですかね？時々不安になるよ。自分は全然聞こえないんで、ありがたいんですけど。何を喋ってるのかもちょっとわからない状態なんですけど。そうそうね、サポーター本部、はいはい、そういった組織を、作らせていただいております。で、加盟をしていただけましたら、いろんな情報をですね、サポーターのですね、活動だったり裏側の情報っていうのをどんどんこの LINE アット、公式 LINE アカウントを、作っておりますので、そちらの方の友達申請の方を、はい、していただけたら、そういった情報がどん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 流れてきますんで、ぜひアウェイの方でも加盟していただいてもいいですか。いろんな情報を流しますんで、よろしくお願いします。はい、サポーター本部ぜひぜひ、コメントをですね、こう遡っていただくと、その LINE に入れる URL をね、もう一度流してくれるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、一つちょっと確認してもいいですか？はいはいはい、人間は入れますよね、大丈夫ですよね。はい、人間も入れますね。人間も入れる。人間も入れます。人間も皆さん人間も入れるそうです。あ、今ね流してくださいました、ありがとうございます。吉岡さん、ありがとうございます。高知ユナイテッド SC のチャンネルからのコメント皆さん見ていただいて、これが高知ユナイテッド SC サポーター本部への入り口となりますので、はい、これもね、QR コードもありますので、あら、これゆりちゃんの、あら、あはいますのでね、よろしくお願いします。これをね、まあ、ゆなごりくんのゆなごりくんの背中にしばらく貼っておこうかと。背中に貼っておきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、ゲスト。はい、今日から高知サポ新聞もね、これ、そうです、気まぐれでホーム線はもう全部作っていこうと思っておりますので、はい、はい、こちらも私もゆくゆくはコラムを書きたいと思ってますので、よろしくお願いします。ゆりちゃんもコラムを書いてくれますんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。サポーター本部の活動もぜひとも皆さんご注目ください。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました、ご清聴ありがとうございます。よなごりくん、またまたまた出てください。ごめんなさいね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして皆さんこんにちは。皆さんまだ見てくださってますかね。今ねハーフタイム中です。皆さん、はい、どうも。この時間帯にね、皆さんよかったらお手洗い行って、これ一人ずつじゃない、二人でこれに話す感じでいけますかね。どうも、初めまして。カメラこっちですよ。はい、はい、皆さんハーフタイムゲスト今日は豪華です。どうかと言っていいんでしょうかね。ありがとうございます。ゆりちゃんと一緒にラジオ番組やらせていただいてます。FM高知でラジオやってます。はい、コンビでお笑い芸人やってます。ツーライスです。イエーイ。はい、ツーライスです。高知で活躍中のお笑い芸人ツーライスのお二人です。よろしくお願いします。今日はね、ビアティ三重の方とかね、はいはい、選手それぞれのファンの方なので全国から見てくださってますのでね。じゃあちょっと帽子のとこも失礼、そうですね。顔だけでも帽子脱がしてもらいますからね。はい、ひげだけ描いといたら、ちょっとカメラのかけても見づらいですね。ちょっとひげ履いてます。しまってくださいね。しまってくださいね。はい、ビアティーン のサポーターの方が入場の時に、はい、千葉から応援に来たっていう方に会いました。あらららららら、ね、すごい。3番の選手の家族の方だそうです。はい、ビアティーン三重の3番ですかね。はい、はい、3番ですとね、今日はね、あれだ、まあ、このスタジアム初めて来たからどうやって入っていいか分かんないじゃないですか。あ、はいはいはい、どっから行けばいいですか、うんうん、でビアティンの方 のベンチスタンドなんですけど、あ、こう行ってくださいと、あ、どっから来たんですか、うん、と、千葉です。あ、家族の方が応援に来ています。そうだ、3番ディフェンダー穂積亮選手、今季ね、はい、新加入の選手ですけれどもね、
いや、この方はね、当時 JFL だったバンラーレ八戸っていうチームに所属していた時に55試合に出て5得点をマークして、そのバンラーレ八戸が J3 に昇格するのに貢献した選手ですね。なるほど、すげえ情報量だなこれ。いや、穂積選手で、穂積選手は、うん、ね、今日はね、ま、ベンチです。今回は、今日はベンチメンバーですね、だから後半から出てくるかもしれません。なるほど、家族の皆さんも応援来てくださってありがとうございます。どうです今、はい、まだ時間大丈夫ですか？あ、まだ大丈夫です。今日お二人が着ているこの T シャツ、はい、T シャツをね、はい、未来の海のために今できることっていう T シャツを着ているんですけど、はい、海ごみゼロウィーク日本財団と、環境省が、行っている、はい、イベントなんですけど、これの PR 今日はスタジアムやってまいりました。綺麗な海にしようということですね、はい、うん、ですよ。高知はね、海の景色綺麗ですからね。そうだよ、うん、海の生物がさ、陸で僕らが生活してるゴミのせいで困ってるっていうのもちょっと ね、うん、そうですね、同じ宇宙船地球号の乗組員としてどうなんだね島国ですからね。そうですね、日本はね、うん、もうそれこそ三重は伊勢湾がありますしね。そうですよね、一回ね、ゴミが海に行くと、うん、それを回収するの大変難しいんです。 そうですね、あとね、一旦ね、毛髪がね抜けてしまうとね、これ再生するの難しいんですよ。難しいって、ね、ハゲ取るやないかい、はい、全力でありがとうございますありがとうございます。ということで、そろそろ後半始まりますよ、はい、注目ですね。くーくー、じゃあ応援よろしくお願いします、はい、お二人もありがとうございました。はい、頑張ります。ありがとうございます。ツーライスのお二人でした。ありがとうございました。イエイ、失礼します。ありがとうございました、本当に。では皆さん、後半まもなく始まります。今日のハーフタイムゲスト豪華でしたね、ありがとうございます。大ちゃん、ありがとうございます。あ、すいません、場所をね、お取りさせていただきまして、はい、ありがとうございます。さて、あ、しほみさん、こんにちは。りょうぼさん、りょうぼさん、今のこれ、皆さん、りょうぼさん、りょうぼのしほみさんです。選手たちの栄養はこのお方が支えています。頑張ります。ありがとうございます。さあ、いろんな方が遊びに来てくれて嬉しいですね。さあ、後半キックオフです。後半キックオフ、日本フットボールリーグ第11節、高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重、ただいま後半がスタートしました。前半を終えて高知ユナイテッド SC が2点、ビアティン三重が1点を決めまして、ユナイテッド1点リードの2対1、この状態で後半を迎えます。ビアティン三重に交代がありました。トップ背番号18番佐藤光一選手に代わりまして、背番号9番の酒井達馬選手が入りました、タイムリーにニータンさんコメントいただいてます。後半酒井達馬のゴールに期待してるぞと、ということですね。ありがとうございます。酒井達馬選手が入りました。そして、右サイド8番沢智也選手に代わりまして、11番の早坂翔選手が入りました。早坂翔選手が入りました。ビアティ三重2枚の交代がありました。さあ、後半です。9番の酒井達馬選手は18番佐藤浩一選手と同じトップの位置に入りましたね。おお、これは抜けていきました。無人のゴールにナイスシュー、マジか。誰西村優太のゴールでした。ちょっとちゃんと見えてなかったぞ今。8番の西村優太が、後半まだ1分というところですね。立ち上がり、相手のパスミスのところでしょうかね、パスミスのところを見逃さずしっかりとゴールまで持っていきました8番の西村優太。後半点が入りまして、高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重3対1、点差は2点に広がりました。さえおやさん、ビアティン1点取りに行きましょうということで、
さあそうですね、パンダマニアユウスケさんゴール、マッキーさん決まった。さあここはビアティニエのチャンスだ。途中交代で入りました9番の酒井達馬がですね今ボールを触っていましたね。ビアティミエも2枚交代をしておりますので流れが変わってくると思います。ST さん、高知ユナイテッド SC を要チェック、手強そう by 徳島サポといただきました。怖い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 、偵察されてる偵察されてる偵察されてるよみんな。徳島ボルティスさんのサポーターさんありがとうございます。6月9日、天皇杯2回戦徳島ボルティスとの対戦です。よろしくお願いいたしますね。偵察はほどほどにさて後半開始早々ユナイテッド SC が点を取りました。今日は点の取り合いになっております。ビアティミエ交代で入りましたのは背番号9番の酒井達馬選手。この方はですね大分県出身です。松江シティ FC からの新加入なんですけれども、昨年松江シティ FC では全試合に出場、そして9得点を挙げ JFL で得点王に輝いています。さらにベスト11にも選出されていますね。えそして関西2部に所属していたルネス学園公開 SC というところに在籍していた時期があったんですが、その2015年14試合出場の16得点を挙げてこの関西2部でのリーグ準優勝、関西1部昇格へ貢献をした選手になりますね。その後2018年シーズンは松江市 TFC でうちのね今日はちょっとメンバー入ってませんけれども、背番号28番西村浩二とともに中国リーグで大爆発をしまして17試合出場26得点を挙げて松江市 TFC の JFL 昇格に大きく貢献しました。そんな9番の酒井達馬選手がですねちょっとJFL で本当に去年も含めてねものすごく活躍している選手ですのでちょっとご紹介させていただきました。そんな酒井達馬選手が入っておりまして、先ほど後半開始早々にニータンさんからもね酒井達馬のゴールを期待しているというコメントをいただいております。そんな中ですが後半早々少しパスが乱れたところから背番号8番西村優太のナイスゴールでした。高知ユナイテッド SC 西村優太、これで 2試合連続のゴールとなりました。ユナイテッド SC また攻めていく、右サイドからの突破、コアビアティンミエが執念のディフェンスです。さあ縦パスいいところに入りました。9番の酒井に入った、あわやというところ。29番の下堂流星、高知ユナイテッド SC 鉄壁ディフェンスがしっかりと前から弾いていきました。高知ユナイテッド SC 点を決めましたのは背番号8番の西村優太選手、大阪出身3年目の選手です。立正大湘南高校から琵琶湖成蹊スポーツ大学、卒業後 FC 伊勢志摩に渡りまして、その後アルテリーボ和歌山から高知ユナイテッド SC です。さあ藤崎が前から、天皇杯の、ね、高知県代表決定戦では2得点を決める活躍をしまして、去年、ね、JFL 初年度1年間西村選手のゴールというのが生まれなかっただけに非常に悔しい思いをして今季臨んでいる西村優太選手ですが、今季は、ね、このマッケイさんのシュートが多く見られています。西村優太選手の3点目、得点後半間もなくのところで入りましたけれどもね。ユナイテッド対ビアティミエ3対1。お、サスケさん、名古屋グランパスサポもいますよということでね、ありがとうございます。みんな、あ、8番の西村にいい縦パスが入ってボールを置いていった、そこに6番の青木が前にそのまま行く、14番吉田智樹、
大西専属解説員さん、ちょっと聞いてもらってもいいですか。私は6番の青木選手のゴールが見たいんです。ですよね、見たい。今日はね、私の隣に記録員さんがいらっしゃって、あの、ね、高知県内の、ね、各高校などでサッカー部の監督やあの顧問なども、ね、勤められていらっしゃる方々で、ありがとうございます、ありがとうございます。間違ったこと言ってたら言ってくださいね。ありがとうございます。本当ですか。正解はない、奥が深い、サッカーに正解はない。ゴールキックに変わります。カワティさん、天皇杯2回戦東京からポカリスエットスタジアム応援行きますと、ありがとうございます。名古屋県三重サポです。絶対勝ちましょう、ビアティン三重。シンパさん、ビアティン頑張れ、塩谷仁の出身地静岡からも応援していますといただきました。ありがとうございます。7番の塩谷仁選手、この方もね、本当に得点力のある選手ですからね。もう今季もすでに2得点をマークしておりますし、関西大学時代のね、大学生の時は低学年の時からスターティングメンバーとしても活躍しましたね。3年連続全国大会出場にも貢献していますし、あの第65回の全国大学サッカー選手権インカレでは、当時鹿屋体育大学に所属していたビアティン三重の今日のディフェンダー33番奥村選手と対戦もしているんですよね。結構ね、その大学時代に関わりのある選手たちが今このピッチ上にね、いますよ。サービアティン三重がチャンスを迎えるが、29番下堂が対応して、セカンドボールはビアティン三重のものになりました。さあ遠くから打っていく5番のこの菅野哲也選手、FC ティアモ枚方前節の時にこの5番の菅野選手のとてつもないミドルシュートが決まって、YouTube で見ながらちょっと思わず、吐息が漏れてしまいました。素敵すぎて。そんな5番の菅野哲也選手のね、ミドルシュートも怖いところですけれども。お、FC 東京サポもいます。藤崎頑張れといただきました。森岡さん、ありがとうございます。藤崎というのは背番号3番藤崎翔太選手、この方です。お、高知ユナイテッド FC の鉄壁ディフェンダー背番号3番藤崎翔太、そして29番の下堂流星、長身の2人です。さあ5番の菅野から7番の塩谷が左サイドからボールを展開していきます。ビアティン三重中に入れようというところ、10番の横竹翼がしっかりと弾いていきました。ボールは最終ラインまで戻ります。もう一度左サイドからの突破を狙うビアティン三重、10番の横竹から8番西村、ここは奪い返した、スピードがある9番の坂井達馬、ブブッ、ナイスゴールキーパー。22番池上直隆、途中交代で入りました、後半から入りました9番の坂井達馬の足が当たったところでしたが、22番池上直隆しっかりキャッチ、そしてボールを入れていきました。33番奥村が弾いてたところ、7番の塩谷の後ろから3番の藤崎翔太がノーファールでしっかりとヘッドで対応していきました。10番の山藤、2番の大竹、右サイドに展開するか24番の池田直樹、今ボールを触っているのが11番早坂翔、この方も後半途中交代です。10番の山藤から左サイドへボールを展開しようというところですが、ここはユナイテッド FC 選手たちは読んでカットをしていきました。右サイドから入っていく6番の青木、青木
クロスが入った。ラインを割ってゴールキックです。そう、森岡さんが応援してくださっている3番の藤崎翔太選手ですけれどもね、八王子北高校から尚美学園大学、藤枝前 FC、おこしやす京都 AC と渡り歩いて、高知ユナイテッド SC3 年目。去年ビアティン三重と最終節で戦った時に点を決めたのがこの3番の藤崎翔太選手になります。最終ラインからの、ね、点でございました。コーチユナイテッド SC 交代がありそうです。この藤崎選手はですね、おひげが特徴の選手でございますけれども、今ボールを触っています。ナイスディフェンス。このロングボールが正確なんです。10番の山藤から左サイドからビアティン三重が作り直していきます。11番の早坂翔、中に入ってボールをもらいに行きまして、この11番の早坂翔も今季加入のニューフェイスですね。神奈川県出身、横浜 F マリノスユースから中央大学、そしていわき FC、 エストニアでもプレー経験がありますね。24番の池田が1人かわしてシュートのところは3番藤崎がしっかりと対応。16番の橋本、4番の細山と、マッチアップをしますが、ビアティン三重のボールになりました。16番の橋本拓人、ボールは高知ユナイテッド SC ボールになりました。メガネっ子ゆかりさん、お、高知ユナイテッド SC 交代がありました。8番の西村優太選手に代わりまして、19番赤星海馬選手がそのままトップの位置に入りました。西村優太選手、お疲れ様でした。今日は得点が見られました。前節 FC 丸安岡崎戦からの2試合連続得点、マッケイさんお疲れ様でした。そして交代で入ったのが19番の赤星海馬。さあビアティンが流れを作っていくか、16番の、橋本が追っていくところ、19番の赤星が前からプレスをかけていきます。ゴールキーパーまで行きます。対応するのは藤井、21番、10番の横竹から6番青木、もう一度横竹、ボールは真ん中にありますが、縦にボールを入れていったところですが、ここは合いませんでした。メガネっ子ゆかりさん、後半から見てます、どっちも注目しているクラブです、どっちも頑張ってほしいということで、ありがとうございますね、ありがとうございます。ビアティン頑張れ。工藤さん、今日西村浩二さんはといただいてます。今日ね、西村浩二さんはね、ちょっとメンバー入りしてないんですよね。西村浩二さんのね、今ね、この西村浩二さん、いろんなね、ポジションをできる選手ですけれども、高知ユナイテッド28番の西村浩二選手、松江シティ FC のね、 JFL 昇格にも貢献した選手ですけれども、今このセンターフォワードというかね、赤星海馬選手がやってる位置っていうのを西村浩二選手がこうやっていたところもあるんですけど、ここが今本当に激戦区でね、19番赤星海馬、8番の西村優太、そして28番西村浩二というところで、本当に誰が出てもしっかりと流れを作れる、今このスターティングメンバー争いっていうのもユナイテッドの中で激化しておりまして、それが今ね、
この4連勝にもつながっているんじゃないかと思います。さあビアティミエチャンスです。早坂11番の早坂がここは抜いていこうというところが、24番平田がしっかりとついていく、粘り強くついていきます。しっかり競っていきました。3番の藤崎翔太ナイスディフェンス。ということです。工藤さん、西村浩二さんは今日はねベンチ入っていません。コーチさん、隣に座っている方って高知高校の監督さんですかということですが、これ言っても大丈夫ですか、見バレしても大丈夫見バレしても大丈夫ということで、そうです、高知高校の監督さんでございます。パンダマニアユースケさん、レッドスターイン。竹吉辻さん、コーチ早くてうまいわと。もそう、竹吉さんはねビアティン三重のサポーターさんですよ。現在3対1ビアティン三重、なんとかこう取り返していきたいところですね。24番平田から10番の横竹が1人かわして、中にもうまい、中にボールを入れる。10番の横竹から平田、ここは11番早坂がしっかりとディフェンスついていきました。もっといくよさん、赤星もう1点ということで、19番赤星海馬途中交代で入りました。熊本県出身、高知ユナイテッド FC は2年目、熊本工業高校から江戸川大学、そしていわき FC、 昨季いわき FC から加入しました。14番の吉田強い、6番直樹、3番藤崎、さあこのロングボール、24番の平田へのパスでしたが、ちょっと長かったです。この藤崎選手のロングボール本当に魅力的ですよね、美しい。2番の大竹から、ここは赤星が前からプレスを仕掛けていきまして、ボールが乱れます。9番の長尾、長尾行け、おっしゃ、うわあ、ナイスシュートでした。長尾選手、背番号9番長尾よしきみ先生、よしきみ先生、結局だからよしきみ先生のゴールでしたからね、前半ね、吉田智樹選手からのよしきみ先生のゴールでしたから、よしきみ先生、こうね、ちょっと誰のゴールかわからないみたいなゴールでしたからね、今日もう1点、よしきみ先生のゴールですというゴールをね、コーナー、 ST さん、コーチはディフェンダー藤崎翔太選手がいいですね、バイ徳島サポ、徳島ボリッツの偵察がすごい偵察がすごい、そうです、藤崎翔太選手、コーチの宝です。丸裸ですね、ちょっと。さあコーナーキック入りました。11番の早坂に回るところですが、ここは16番の、橋本拓人から中にボールが入って、ここは危ない、ボールが流れました。29番の下堂がしっかりと体を寄せていました。ユナイテッド FC のゴールキック。サスケさん、今声優目指してて、あれ、声優目指しててサッカーの実況とか将来やりたいと思っているので参考にさせていただきます。ちょっと私のは参考にしない方がいいと思います。ダゾーンのね、ちょっとお金払ってダゾーンに加入して、ダゾーンの実況を見てそれを参考にしてください。もう 100% そちらをおすすめします。10番の山藤から、ボールは左サイドから回っています。強いプレス、ユナイテッド自分のボールにして、9番の長尾がいい縦パスが、ここが24番池田直樹が前に出てカットしていきました。ビアティン三重ボール、後ろからゆっくりと回していきます。24番の池田直樹、今日は右サイドの要として走り回っています。7番塩谷から、もう一度塩谷、縦
縦にボールを要求しているが一度戻します。33番の奥村、縦に渡して24番池田が、ま、どん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 とじわじわとゴールに迫っていくベアティミエ、サイドチェンジでボールは左サイドです。16番橋本から9番の酒井がボールを持ったところは3番藤崎しっかりとカットしています。コーチさん、今日の審判団は誰ですかというところですが、ごめんなさい、審判団さんの少し遠いところからシュートを打っていきました。ここはビアティミエのコーナーキックです。後半この時間、間もなく23分というところですが、ビアティミエが攻めている時間が長くなってきています。連続でコーナーキックのチャンス、今日の審判団は審判団さんの情報がごめんなさいちょっとここにないです、申し訳ございません。これかな、あ、ここかな、マッチコミショ、レフェリーと副審第4の審判、はい、ありがとうございます。今日の審判団はですね、マッチコミッショナーは国沢拓さん、審判アセッサーは宮成さん、ちょっと下の名前間違ったら嫌なので名字だけにしますね、すいません。レフェリーが長谷さん、レフェリー長谷さん、副審は伊勢さんと橋本さん、第4の審判は上田さんです。6番の青木、29番の下堂、藤崎、もう一度6番青木、10番の横竹、24番平田が遠いところから呼んでいます。9番長尾がスピードを持って前を向いていきます。左サイドを見る藤井が上がっている、クロスを上げるか、上げてきた、19番赤星、惜しかった。11番早坂が前を向いてボールを散らしていくところは6番の青木が、KK さん、栗原選手に期待していますといただきました、ありがとうございます。コーチユナイテッド SC の栗原純也選手、背番号25番の栗原副キャプテンですが今日はベンチ入りしてますね。出てくるでしょうか後半から。はい、ただいまより飲水タイムに入ります。違う、これじゃない、これか、これですね。はい、では、この時間をいただきまして、この高知ユナイテッド SC の配信はですね、皆様からの温かいご支援のおかげで継続させていただいております。本当にありがとうございます。応援コメントをですね、皆さんの支援してくださった皆さんの応援コメントを読み上げさせていただきます。よろしくお願いします。ご支援くださった方々のコメントです。
愛媛 FC サポーターですが、四国全体のレベルが上がらないと全国に追いつけない。コーチもそっと応援します。ペンネームみかん星人さん、ありがとうございます。応援しています。特13013、サッカーこそ地域振興の起爆剤、コーチから世界へ。田中さん、コーチの希望を乗せて J の舞台で躍動されることを願っております。行く高知県自動車学校、山口さん、ありがとうございます。あ、お試合を移していただいてありがとうございます。開幕2連勝、熱烈応援しています。今年は J3 へ昇格。久保さん、ありがとうございます。木曜市、日曜市でパン屋やってる種丸です。ありがとうございます、種丸さん。マス型の方にね、店舗も構えられましてね。コンジルです。ゆりちゃんと3分間生電話で話す自信がないので、こちらにてと。コンジルさん、ありがとうございます。目指せ J リーグ昇格、コーチにスポーツ観戦の文化を。リコタさん、ありがとうございます。オーイエイ、オーイエイさんから、ありがとうございます。頑張ってください。徳島県から応援してます。石原さん、ありがとうございます。心から応援しております。一歩でも前へ。ありがとうございます。なかなか現地へ応援に行けませんが、高知ユナイテッド FC の皆さんを応援しております。 JFL でも頑張ってください。匿名希望、ありがとうございます。そして今から名前だけ読み上げとおっしゃってくださった皆さんです。横竹さん、小野山さん、山さん、アトライク株式会社の田代さん、東の果ての田舎者さん、田舎者さんだ、東の果ての田舎者さん、そして西村さん。今読み上げさせていただいた以外にも、読み上げ不要ですという方が本当に多かったんですが、たくさんの応援支援、本当に皆さんありがとうございます。皆さんのおかげでこの YouTube 配信続けさせていただきます。ありがとうございます。本当によろしくお願いします。応援をよろしくお願いします。まもなく後半29分、さあチャンスが出てきました。19番の赤星から9番長尾、14番の吉田が上がってきた。クロスを上げるか、シュートを打つか。9番の長尾、24番平田がクロスを上げて、どうだ。もう一度あります。10番の横竹翼、14番吉田が動き出している。さあ高知ユナイテッド FC 交代があります。9番の長尾義君に代わりまして、5番のルーカス・ダウメルマンが入ります。義君先生、義君先生、お疲れ様でした。長尾選手ナイスゴールでございました。長尾選手のナイスゴール。長尾選手のゴールは第2節ラインメール青森戦以来のゴールでしたね。本日生まれました。吉君先生のゴール、お疲れ様でした。そして交代で入ったのが背番号5番、ルーカス・ダウベルマン。みんなが待ってるルーカス選手です。14番の吉田、そして29番の下堂、24番平田、吉田、平田、こちらの6番青木がここまで最終ラインまで戻ってきています。29番下堂青木、ここはボールが流れていきました。ルーカスが入りまして、倒れています。大丈夫でしょうか。大丈夫、藤崎選手でしょうか。大丈夫でしょうか。藤崎選手です。痛そう、ちょっと痛そう。怪我、大丈夫ということですね。集中して守ってくれています。攻撃の時が3バック
に気味ですか。ははははは。ユナイテッド SC ルーカス選手が入ったことによってちょっとねシステムが若干変更しているということで、守備の時は 4-4-2 で変わらず、攻撃の時横竹選手が一つ上に上がった印象がある。あ、そうですね、本当だ。さあ11番早坂が後ろからスッとボールを取っていったところ、5番のルーカス、ルーカスはアンカーの位置に入ってるんですかね。5番ルーカスがアンカーの位置に入りまして、攻撃の時は3バック、もう守る時は右サイドバックの21番藤井が戻ってくるような形ですかね。はい、なるほど。高知ユナイテッド出身、背番号5番のルーカスが入ったことによって攻撃の時の中盤の厚みが増しているということです。大西専属解説員さん、ありがとうございます。11番の早坂中に持っていって、中盤の山藤、24番の池田、右サイドからの突破を狙うビアティン。ガリバーリトルさん、来週の四国ダービー見に行こうかな、どちらのチームにも縁があるため複雑ですといただきました。6月9日の天皇杯2回戦ですね。熱い応援をよろしくお願いします。サービアティン・ミエが後ろから回していく2番の大竹、ここはルーカスがハイプレス、ルーカスが入ったことによって少しリズムが変わるでしょうか。中盤の横竹、ルーカスがどこに出していくか、14番の吉田、あー少しボールが、9番の酒井が前が空いているか、29番の下堂がついていく、酒井の左足のシュート怖かったですが、下堂がしっかりとついていきました。ラインを割ってユナイテッド SC ボール、毛上選手からの赤星へのボール、高いヘッドが2番の大竹との競り合いでした。24番の池田、16番橋本、10番の山藤、そうですね、守備の時には4バック、ルーカス選手が入ったことにより攻め方、守り方を攻め方を変えてきたのかな、ユナイテッド SC。平田のナイスディフェンス、コーナーにしないディフェンス、平田選手です。後半まもなく36分、あ、こっちがオンタイムでしたっけ、あ、違う、36分、平田が前に切り出していきます。
ピアティミエボール、33番の奥村から16番橋本。奥村10番横竹が奪い、19番赤星、そして6番の青木、右サイド4番細山が打っていくというところは、後ろから7番塩谷がボールを奪っていきました。前に向かせたくないというこの執念のディフェンス。3番藤崎、ピアティン三重に交代がある模様です。2番の大竹さん、星が自分のものにしました。ボールを強い、1番の早坂から24番の池田がオーバーラップしていきます。中に入れるところは14番吉田がカット、コーナーキックになります。ビアティン三重交代の準備をしていますが、コーナーキックが終わってからということですね。キッカーは10番の山藤、コーナーキックが入りました。さあどうだ、混戦しているルーカスが蹴り出して、ここは前が空いているぞ。4番の細山、後ろから猛スピードで駆け上がってくるのは7番の塩谷。ここは執念でした、ディフェンス。ビアティン三重、24番の池田から16番の橋本、橋本が最終ラインまで下がってボールを回しています。さあ29番下堂のナイスディフェンスからボールを蹴り上げていきました。赤星を狙って4番の細山が前からプレスをかけていきます。24番の池田から2番の大竹、16番橋本、じわじわとじわじわとユナイテッドの陣地に入ってきます。ピアティン三重、ユナイテッドが奪いました。縦のボールはカットされます。24番の池田が終盤に差し掛かってもこのスピードを緩めないオーバーラップです。いいボールが上がっていくが流れました。ここで交代ですね。ビアティン三重交代です。背番号10番山藤健太に代わりまして、背番号13番の高橋小太郎が入ります。そして左サイドバック背番号32番井上城に代わりまして、背番号17番の野外と俊が入りました。
そのままの位置に入りましたでしょうか。左サイドからビアティンがボールを入れてきて、ここはやばいがナイスキーパー、池上直孝ナイスキーパー、そしてコーナーキックです。もう一度ボールが入っていく、しっかりと弾いていく、コーチユナイテッド FC。 ディフェンスラインからもう一度右サイド、9番の酒井がクロスを上げていったところはヘッドで対応、赤星、左にボールを展開、14番の吉田、ルーカス、そして青木も上がっていく、一度戻して10番の横竹が逆サイドまでボールを渡していくが、オフサイドフラッグが上がっています。19番赤星へのオフサイドフラッグでしょうか。さあビアティミエ交代が2人ありました。少し後ろめで守備位置に徹していた16番の橋本拓斗がビアティミエ、13番高橋小太郎、そして17番野貝俊が入ったことによって、攻めの位置上の方に、ね、上がっていきましたね。16番の橋本拓斗、そのような位置転換がありビアティミエも流れを変えてきます。コーナーキックが増えてきました。相手のコーナーキックが増えてきたということは、このユナイテッドが攻められている時間が長くなってきているということになりますね。元育代さん、我慢の時間、海側田舎者さん、ウーム、僕が見に行かないと勝つ、継続しそうですねということで、まだ分かりませんよ、まだ分かりませんよ。ナイスパンチング、さあここはスピードを持って上がっていく、19番の赤星上がっていく、21番の藤井も上がっていく、後半ロスタイム4、アディショナルタイム4分が出ました。アディショナルタイム4分出ています。コーチユナイテッド FC 交代があります。背番号21番藤井義晴に代わりまして16番の松原ひろとが入ります。春尾お疲れ様でした。春尾選手、藤井義晴選手、春尾お疲れ様でした。今日はナイスゴールでございましたね。春尾選手お疲れ様でした。さあ16番の松原ひろとが入りました。新潟県出身、今季加入のニューフェイス、新潟経営大学から一度ラインメール青森、その後ジャパンサッカーカレッジに、入学された選手です。5番のルーカスが競っていったところはどうなっているでしょうか。アディショナルタイム4分が出ていて、コーチユナイテッド FC 対ビアティミエ3-1、コーチが2点リード、池上直孝のゴールキックからです。あ、赤星
を狙ったところ、1番早坂が前に持っていくところは10番の横竹がカットしていきました。16番松原ひろと、さあ猛スピードで駆け上がっていくのは4番の細山、ゴールキーパーまで行く、ヘッドで対応、松原ひろと藤崎とゴールキーパーまで回します。猛スピードで9番の酒井がゴールキーパーまでプレスをかけていきます。さあ残り時間が少なくなってまいりました。今のプレーはちょっとといただいてますね。ルーカス選手のさっき何があったんですかね。ボールなるほど、なるほど、相手に向かって蹴ったんじゃないかという、そういうところですね。これはユナイテッド SC が有効に時間を使っていってるところ、ビアティン側からするとモヤモヤとした気持ちのこの時間帯、高く上がったボールがディフェンスラインまで、ここはファウルを取られました。6番直樹、さあ残り時間は少ない、一つ一つのチャンスをものにしていきたいビアティンですが、24番の池田から長いボールが入って、ここはファールがあり、高知ユナイテッドボールです。これはラストになりました。笛が鳴りました。試合終了です。高知ユナイテッド SC 対ビアティン三重、日本フットボールリーグ第11節、はい、3対1で高知ユナイテッド SC の勝ちでございました。これで5連勝天皇杯含めて5連勝、公式戦5連勝となりました。高知ユナイテッド SC 3対1の勝利。今まで一つの試合で3点が入ったのはこのリーグ史上は初めてですね。2点が最高点だったので、3点が入ったのは最高の得点でございました。マッキーさん、高知ユナイテッドおめでとう。アランさん、お疲れ様です。ノリ森岡さん、よっしゃ、足と歩きのアシストチャンネル勝った。アイルさん、やりましたね、高知ユナイテッド、お疲れ様。ヒデさん、雪辱果たせずということで、そうですね、ビアティン三重と高知ユナイテッド SC は昨年の最終節で当たりまして、ビアティン三重の J リーグ参入をユナイテッドが勝ったことで阻止をしたというね、そんな因縁の、ビアティン三重からすれば因縁の絶対に倒したい相手ということだったと思うんですが、ヒデさん、雪辱果たせずということですね。ビアティンさん、ありがとうございましたと。海川田舎者さん、これで一気に5位とね、だいぶちょっと上がりますね、順位が。皆さんお疲れ様でしたということでね、いやー皆さんご覧いただいて本当にありがとうございました。
日本フットボールリーグ第11節高知ユナイテッド SC 対ビアティ三重、3対1で高知ユナイテッド SC の勝ちでございました。本日はね、三重から来て、三重から現地に来られなかった方もこの YouTube で応援をしてくださっていたと思います。本当にありがとうございました。チャブランさん、上位進出狙おう。安藤さん、コーチおめでとう、ありがとうございます。ビアティン三重の選手、スタッフ、そしてサポーターの方々、本当に遠いところありがとうございました。次回の試合をですね、青空さん、大西さんおめでとうと、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。シンバさん、ビアティン残念と。次です、次の試合の情報を皆さんにお伝えいたしましょう。ビアティン三重さんはですね、次第12節6月13日の日曜日、ホンダロック SC 戦、アウェイ宮崎市で午後1時からとなります。ここでビアティン三重さん勝ちを期待しておりますね。で、高知ユナイテッド SC はですね、ちょっと連戦にはなりますが、6月9日水曜日、天皇杯2回戦徳島ボリティスが、アウェイでありますのと、リーグ戦はですね、第12節6月13日の日曜日午後1時から民謡琵琶湖滋賀との対戦、アウェイになります。そしてもっといくよさん、奈良戦はいつということですが、奈良戦はですね、6月23日に移動となっています。6月23日の1時キックオフだったかなになっています。ありがとうございます。シンさん、ルーカスの太ももがごついということで、ありがとうございました。はい、ということでお送りしてきました日本フットボールリーグ第11節高知ユナイテッド SC 対ビアティ三重。この YouTube 配信は皆さんの温かい支援のおかげで続けさせていただいております。本当にありがとうございます。これからも皆さん、ご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ビアティ三重の皆さん、本当にありがとうございました。そして高知ユナイテッド SC を応援してくださった熱いサポーターの皆さん、次は現地でお会いできることを祈っております。ということで、私はヒーローインタビューのラジオ番組の取材に参りますので、ここで私の実況は終了させていただきますが、引き続き映像でね、ヒーローインタビューはお楽しみいただけたらと思います。皆さん、どうもありがとうございました。良い週末を。
さあ、これで、ね、公式戦もう連勝が続いてますけれども、チームが好調の要因は何なんでしょうか。まあ、全員が、先週から集中して、練習できているのと、やっぱり試合の時に集中できているのが、まあ、勝利の要因かなと思います。さあ、中3日で次が徳島ヴォルティス J1 チームとの戦いになります。はい、意気込みを聞かせてください。まあ、J1 ですけど、まあ、自分たちの戦いをして、まあ、勝てるように頑張りますので、皆さん、応援をお願いします。ありがとうございます。本日のヒーロー、西村優太選手でした。さあ、続きまして、MVP の受賞に移りたいと思います。まずは、バイエラ王の様に、守護霊コーチ、バイエラ王の様に、高級会社、1週間、横断券の贈呈です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、さあ、西村選手、1週間、ね、乗り放題ということですけれども、はい、どんな車に乗りたいですか。どんな車に K とか乗りたいかな。軽自動車じゃないか。軽自動車ですか。軽自動車。せっかくの高級会社がありますので、ね、何かね、社長、今のおすすめは何でしょう。M ズスピードのアルファードだったりとか、それに乗りたいなと思います。それを貸してもらいたいと。じゃあ、それに乗ってどこに行きましょうか。ここ行きましょう。社長ととりあえず行こうか。ルータのリクエストの伊勢牛食べに行きました。伊勢牛、とりあえず行きたいです。いいですね、ありがとうございます。はい、ということで、バイエルモード様より高級会社1週間オーナー系の贈呈でした。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、続きまして、天ぷらのグループ様からお色気なくてすみませんの焼肉天下味食事券プレゼントがございます。プレゼンターはワンピーです。はい、では西村選手、今度は焼肉ということですけれども、はい、焼肉、誰と食べに行きますか。一人で食べます。嘘でしょ。誰かと行きましょうよ。まあ、めちゃくちゃルーカスが見てる。まあ、ルーカスと行こうかなと思います。ぜひチームメイトと行ってください。焼肉はどの部位が好きですか。部位っていうか、ユッケが好きです。はい、ユッケが好き。はい、もうたくさん食べてください。はい、ありがとうございます。お色気なくてすみません、焼肉天下様よりお食事券のプレゼントでした。ありがとうございます。以上、チームインタビューと MVP 贈呈式でした。ありがとうございました。ありがとうございます。